さあやはりこうなりました。なるほどね、うん、見ていきましょう。いやロード本当早いですね。ね、そうなんですよ。さあよく出ますこのステージ。またここだね。これ横がすごい狭いのでこのポジション取りがすごい重要になりそうですね。そうですそうです。フリーステップっていうその G に歩けるステップがあるので、はい、それを使ってちょい補正入れていくのがやっぱ上手いプレイヤーかなと思いますね。さあ中段キックからこれは浮かせは許さない。球を打っていくスライディングしゃがんでいる。壁に当てて、うん、一旦下がって下段投げスカに投げを返していく、うん、さばいて運指でさばいていく。遅らせ投 げ, これが減るんだよ、ね、結構減ります。そうこれですね、さっき言ってた下段下段どうする。まあバレちゃったら意味ないんですけどね。ガードされると、まあ、下段投げが確定してしまうと。ためパンチ、運手で対応、投げて逆転したが下段、ここはテッサまで出し切っていく。2対0、ジョーダンホールド、うん、下段ガード、硬いですね。硬い。さあ、これはどうなる。バウンドさせて、さあリード白金起き上がり下段キック、さらにトトを潰してピーピーピーからため番ですね最後、うんうん、遅らせ気味当てていくガードして、ここは浮かせ技が入る。減りましたね。あ、これめちゃくちゃ減ります、うん、そこのレイファンに下段配管ホールドを取られると、はいすごい気持ちになるんですよね。そうです。でも取った側もすごいいい気持ちですよ。気持ちいい。はい。エキスパートホールドがね。あ、ってことは次は私、はい、そうですね。